はい、こんにちは、山園です。このチャンネルは様々なコンテンツを紹介レビューしながらオタクの僕が一言つぶやくだけのチャンネルです。今回はジョーカー一作目の感想を話していきたいと思います。いよいよ明日ジョーカーホリアドゥの公開日なんですよ。もうこんだけ僕ね5本ぐらい、ジョーカーホリアドゥが酷評されてるっていう動画を上げてきたんで、さすがに朝一で見てきますよ。で皆さんもね、なんだかんだ酷評されてますけど、ぜひねそこの酷評に惑わされず、その元々見に行こうと思ってた人はね見に行った方がいいと思いますよ。で一定数もちろんこの映画評価してる人もいるんで、ぜひ自分の目で確かめてね、面白かったか面白くなかったかということをね判断していけたらなと思います。そして、今回ねジョーカーホリアドゥの公開に合わせて改めて一作目を見返したんで、ちょっとねそこの感想を話していこうと思います。で明日、ジョーカーホリアドゥのネタバレなし感想を上げて、あさってネタバレありで話した動画を上げようと思ってるんで、ぜひ今のうちにチャンネル登録を頼んだぞ。いやーマジで一作目は賛否両論の傑作。ジョーカーホリアドゥに関してもアメリカで賛否両論分かれてるよみたいなことを言ってる人いるんだけど、いや明らかにジョーカーホリアドゥは賛否は分かれてない。明らかに非だよこれは。なんだけど前作のジョーカーはちゃんとね賛否分かれてて、ロッテントマトの観客レビューに関しては 90% 以上の人が支持になってるんだよね。だからまあね、それぐらい影響力のある素晴らしい映画だったんだなという改めて感じました。で僕もねめちゃくちゃ大好きなんですよジョーカー一作目。っていうのも公開時期僕彼女に振られてたんですよね。彼女に振られてすぐというとても精神が不安定な状態でジョーカーを見たんですけど、いやーもう覚醒したよね。そのジョーカーの映画ってさ、前半めちゃくちゃなんかかわいそうじゃん。ただひたすら主人公のアーサーが辛い目を受ける、で自分の辛い境遇を知ったりして、もうとにかくかわいそうなんだけど、地下鉄で最初ね銃をぶっ放すシーン、あそこの解放感えぐいよなと思って、その銃を撃ってねハッ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 ってなった後に走ってトイレ、公衆トイレに隠れてダンスを踊るんだよね。ここの解放感めちゃくちゃすごいなと思って、で同時にねそこの駆け込んだ公衆トイレがめっちゃ緑色の照明でもやがかってて、落書きでめっちゃ治安悪そうでっていう感じなんだけど、こんなにジョーカーにうってつけの公衆トイレなんかあるかなんて思いながら、いやでもめちゃくちゃいいシーンだなとねしんみり思ったりしてました。でそういう風に、めちゃくちゃなんだろうな、暗い話っていうかかわいそうな映画なんだけど、超絶おしゃれなんだよね。舞台になってるゴッサムシティ、バットマンが後にね活躍するゴッサムシティはとにかく治安が悪いんだよ。で今作もなんかスーパーラットが繁殖してみたいなね、下水がどうのこうのみたいなニュースがずっと流れてて、もう汚ね街だなってね、もう川崎かよなんて思いながらね、見てたんだけど、でその音楽がまずおしゃれだし、空とか出てくるタイトルの文字とかがパステルカラーで、すごくおしゃれな世界観なんですよね。だから僕はそこもすごくいいなと思いました。で音楽がさめちゃくちゃ本当に良くて、俺普段さ洋楽聴かないんだけど、この主題歌っていうかエンディングで流れる That's Life はね当時めちゃくちゃ聴きましたからね。That's Life っていうやつね、それはすごく良かった。なんだけどね、そのジョーカーホリアドゥではどうやらそれが生かされてないらしくて、あーすごく残念ですね。最初続編がミュージカル調になるって知った時はね、うわめっちゃ楽しみと思ったんだけど、そっか音楽残念だったかという感じでがっかりしてましたね。でその解放感がとにかくすごいんですよ。その落ちぶれたジョーカーが覚醒して、もう覚醒ジョーカーになるんですけど、僕はそこが好きだったから、そのジョーカーになって階段を踊りながら下るシーンあるじゃないですか。あそこめちゃくちゃ僕真似しましたよ。とにかく見てきた全映画の中でもすごく大好きなシーンの一つです。でやっぱね今作のいいところって、その語り手がすごく不安定なところだと思うんですよね。まあ今回その主人公がジョーカーだからジョーカー目線の話になってるんだけど、そのジョーカーアーサーがね自体がすごく妄想癖がある人じゃないですか。だからそのずっとね彼女だと思ってた隣人さんがふと全部自分の妄想だったって分かった時はね、俺もね映画館でヒエッ
って言いましたからね、うん、そういう風に、いやここは本当なのかな、ここは妄想なのかなっていうね、見てる側も判別がつかなくなる作りっていうのはすごく良かったなと思いました。うん、まあちょっとねこれに関してね続編どうなんだっていうのが一個あるんで、それは後で話すんですけど、結構ね今作共感できたか共感できなかったかで語られることが多いんですけど、もうねその語り方はちょっとねやめた方がいいなと思いました。っていうのもやっぱ改めて2000円払って映画館に見に行ける人、ジョーカーを見れる人って本当にの意味でねジョーカーに共感できないと思うんですよね。うん、そこまで余裕がある人はどちらかというとそのジョーカーが覚醒して人を殺していくところの爽快感に憧れっていうか、まあ、普段会社とかでね、叱られたりしたことをねあるでしょ皆さん、その抑圧を一気に解放したいっていう欲望がちょっとそそられたんじゃないですかと思いますね。まあ、ただその追い込まれた人が覚醒するっていう話は昔からあるんですけど、そこにその DC のバットマンの宿敵であるジョーカーっていうキャラクターを当てはめたこと自体にまあ賛否があるのはめちゃくちゃわかります。っていうのもやっぱねダークナイトとかのジョーカーがすごく評価されてるじゃないですか。であのジョーカーってわけがわからんやつだから怖いっていうのも一つあったと思うんですよ。そこがちょっとねわけわからんくなくて、実はこいつこんなかわいそうな過去があってって言われたらってなる気持ちはわかります。うん、まあ、ただ僕はねちょっとかなりもうあの今回はアメコミとしても見なかったんで、あのそういった目で見るとやっぱ映画としてのクオリティはすごいんじゃないかなと思います。でこの1作目を褒めれば褒めるほど、じゃあ続編は必要だったのかっていう話になってくるんですよね。っていうのもさっき言ったどこまでが妄想でどこからが現実なのか分かんないっていう語り口があったじゃないですか。で公開当時実はジョーカーはこの地点あのほら自分で冷蔵庫に入るシーンがあるじゃないですか。そこで実はジョーカーは死んでて、そっから先はジョーカーの妄想とか夢なんじゃないかとかね、いろいろねその結末、本当にこの結末は現実なのかみたいな論争っていうのがいろんな解釈がね巻き起こってたじゃないですか。続編を作るということはそこにある程度答え合わせをしてしまう、これが実は妄想でこれが正解でしたみたいなのね答え合わせしちゃうってことなんじゃないかなと思うんですよ。そうするとなんかそのジョーカー1作目の神秘的な魅力っていうのが、まあ、ミステリアスなね魅力がちょっと薄れちゃうんじゃないかなっていう気もしてます。あとやっぱねそのジョーカーになるまでを書くって言って作った1作目の後、じゃあそのジョーカーになった男の話になっちゃうともうバットマンと戦うしかない気がするんだよね。じゃあそのジョーカーになった男がバットマンと戦う前になんか裁判法廷でねゴニョゴニョしますとかやっちゃうとなんか変にキャラクターに肉付けをしてしまってるというか、そのなんか感情輸入させたいのかさせたくないのか分かんないですけど、あまりにもそのジョーカーというキャラクターについて語りすぎてる気がするんですよ。前作では僕はそこは切り離して考えたんだけど、じゃあそのジョーカーになった後の話しますってなると、じゃあもうそれはバットマンと戦うしかないんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあねその今作も多分バットマンは出ない、わかんないですけど出ないと思いますし、ダークナイトとかで感じたなんだこいつみたいなわけのわからない悪の化身みたいな存在からあのピエロ姿をしたただのおっさんになっていく姿は正直見たくないなと思ってまーす。そんな感じですね。あのねもう本当に明日楽しみです。皆さんもぜひ映画館に行ってほしいですね今作は。うん、で見たらすぐにレビュー動画上げようと思ってますんで、ぜひチャンネル登録と高評価、あと X のフォローもしてほしいですし、よければねあのオタク実験劇場とか山園さんとかいう単語使って Twitter でそのつぶやいてほしいですね。もっと僕を広めてくれっていう感じですね。はーい、さよなら。